今日はですね、東京駅の方から JR 東日本は全線乗り放題の今回はこいつを使って旅をしていきたいと思います。 JR 東日本パスのファイナルですね。まず新幹線のルーレットを回して、その新幹線その中で駅を指定して乗車していく、そういった企画をやっていきたいと思ってます。5時以降まで新幹線の再乗車禁止ということで、その間の周辺のね観光地を楽しむっていうことをやっていきたいんですけど、で今回はですね各新幹線の終点駅3日間で巡っていきたいと思います。具体的には3日間で巡る駅はこの5駅ですね。この時は知る由もなかったんですが、あと1駅とんでもない駅を訪問することにもなりました。というわけでですね、早速ガチャの方を回していきたいと思います。さあどこの新幹線に乗ることになるでしょうか。スタート。本日は山形新幹線の乗車が決定しました。続いては降車する駅を選んでいきます。スタート。さくらんぼ東根駅に決定しました。さくらんぼ東根は地図でいうとこの辺りですね。ちょうど山形の確か1個か2個ぐらい隣だったと思うんですけど、割と距離的には近い方なんですかね、東北の中だと。というわけでですね、次の発車は9時18分、ちょっとこれきついかも。まあその次に38分が来るんで、こちら乗っていこうかと思います。旅立ちにはもってこいの素晴らしいお天気に巡られまして、山形新幹線さくらんぼ東根駅に向けて出発です。皆様どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。新幹線の時間まで東京駅の駅中で早速一杯生ビールのマスターズドリームをいただきました。本日乗車する山部高校と翼号が2選手続けました。終わり方は2位2系ですね。 E2 系と E3 系のコンビ。朝9時48分東京駅を定刻で発車していきます。結果的にちょっと遅いスタートになってしまいましたね。入れ替わりで東京駅に入ってくるのも E2 系と E3 系のコンビ。そう考えると運転頻度っていうのは非常に高いような気がします。上田大宮間ではしばらく埼京線の線路と並走することとなります。大宮を出発ですね。いよいよ新幹線も約30キロを超えて本領を発揮していくこととなります。車内はですね、落ち着いた赤色の2列×2列のシートです。この E2 系と E3 系、かつては世界最速275キロだったんですが、もう今では275キロも当たり前ですね。まもなく福島駅に到着です。ここで翼号は山部号と切り離しとなります。この福島駅で非常に面白いものが見れるんですけど、まずは翼号の行き違いですね。福島駅での翼号のホームは1個しかないので、前の電車が出てこないと上りの翼号は入線できない状態となっておりまして、わずか 2,3 分で入れ違いを行うという形になります。こちらが翼号のホームですね。上りも下りもこのホームを使用することになります。さらにここからですね、なんと小町はやぶさ号が後ろから320キロで追いかけてくる。もう降りてまたこれも 2,3 分で早草小町が通過していきました。細やかな運行管理が行われています。すごいですね。列車は福島駅を出発。ここから少し下の方ですね見ていくんですけど、なんとこの福島駅ですね、アプローチ線を東京方面の方に直接進入ができるように建設中です。ちょうど線路新しいのが見えましたね。この辺はまだ基本の土木工事の最中でしょうか。まだ線路は敷かれていません。左手側に見えてきたのが吾妻連峰ですね。
この地域は奥羽山脈の一部となっておいて、さらに磐梯旭国立公園の中に吾妻連峰のほとんどの地域が入っています。福島から米沢に向かうにあたって、ここの急な勾配を登っていきますね。もうほぼ90度、それ以上にカーブをしているのがわかるんじゃないでしょうか。列車はゆっくりと登っていくんですけど、高台から綺麗な景色が見下ろせます。列車は74キロ、5キロ、ゆっくりとカーブが多い区間を通過していきます。雪が積もっていて綺麗ですね。ここから面白い駅を映すんですけど、この峠駅ですね。スノーシェルターの中に入っていて、まるで秘密基地みたいな駅舎です。冬は雪が深すぎてですね、すべての電車が通過します。美しい冬景色に乾杯。特急でくつろぎながら美しい景色を見て美味しいものを飲む、至福でございます。列車は長い谷を抜けていきますが、このコンクリートの鉄橋とかもすごいですね。前の席に座ったお姉さんも頬杖をついてゆっとりと外の景色を眺めています。美しい景色だからね。長い峠を越えると米沢もうすぐそこまで迫っています。米沢の辺りは雪深いんですが、次の高畑駅を越えた辺りからですね、だいぶ雪が減ってきましたね。峠から離れるとやっぱりこういった形で雪が残りにくいっていうところはあるのかもしれません。溶けやすいのかもしれないですね。上山温泉到着手前で艶姫の文字が見えました。まもなく上山温泉、上山温泉の山形に。この川は須川という名前らしいですけど、この川ですね、最上川に流れ込んで最終的に日本海まで流れていく。山形線は山形県の県庁所在地山形駅に到着です。やはり結構ここで人が降りましたね。半分以上降りたような印象です。間に天童駅を挟んで、その次がさくらんぼ駅です。はい、というわけでさくらんぼ東に駅到着ですね。13時前ということでお昼ご飯食べていきたいと思います。なんかいろいろ車内で調べたんですけど、冷やしそば、まあこの時期に冷やしって、まあでも意外とあったかいからありかなって思ってます。冷やしそばとか、あとまあラーメンとかですかね。まあ、ちょっと駅周辺を探していこうと思います。西の方を向いたとこなんですけど、すごいですね、広大な山が。改札は1個しかないですね。ちょっと意外でした。なんかこのメイン通りはショッピングモールとかそういうのが多い感じですかね。こう地元の人の向けの街っていう感じがあります。渡り廊下と駅舎は非常に綺麗でしたね。
このキーポスターの連ですかねにも地元の方たちのさくらんぼへの愛情っていうのを感じます。ブーテンチャークってあるんですけど、なんか四万十市かなんかですかね、ドイツとムンゲルハイムラインの友好都市締結を目指しています。目指してるのかい。まあアムラインってことは多分ライン川の近くということで、あ、こっちに地図がありますね。フランクフルトといえば国際空港があるで有名な都市、そこから少し西に行ったと方向というところですね。比較的アクセスがいいんじゃないでしょうか。やっぱりね、デパ桜、デパ桜美味しいですよね。結構いろんなデパ桜置いてあるんですよ。あとはさくらんぼラフランスを使った駅が一緒に合いそうです。繁華街っていうよりかは市民の人たちの足として使われているような感じのイメージですね。まあ電車を9時50分ちょい前ぐらいに乗って、着いたのが12時の50分ぐらい。東にはこの旅の中で帰ってこないんで、もう先に欲しいものは買っとく。何買ったかっていうとですね、ゆべしっていう、まあくず餅の一種みたいなものらしいんですけど、ちょっと後で食べたいなと思って買いました。このメイン通りをこう左の方に向かって東根駅までちょっと歩いていきたいと思います。こっちが奥側は東根駅方面ですね。でも街道はどうやらこの今車が右に曲がっていってますけど、こっち側がなんか旧街道っぽいな。こっち正面行くとあんまりお店がないんですよね。ちょっとね、方針を転換しようと思ってまして、このお蕎麦屋さん、肉そばが食べられそうです。ではちょっとここでお蕎麦食べていきたいと思います。高いのにするか冷たいのにするかちょっと悩んだんですけど、結構周りの方も冷たいのを頼まれてましたね。あとは熱燗でですね、デパ桜を頼みました。お蕎麦が冷たいならお酒を温めればいいじゃない。というわけで、こちらが鶏そば冷やですね。こちらのお肉は鶏がメインになってます。いっぱい入ってますね。あとこれはすごいなと思ったのがですね、スープ冷えてるのに油が固まらないですよ。この濃い味の冷えたスープと麺がよく絡んで美味しいですね。この太麺がいいです。体を温めます。そばどころ東亭さん、最高に美味しかったです。ちょっとあと10分ぐらいでね、電車が出ていくんで、それなんとか乗っていきたいですね。と言っても多分徒歩5分ぐらいなんで十分間に合うとは思います。まあ、1時間半後っていうのは、まあ、新幹線乗ればもっともちろんあるんですけど、今回あの17時まで新幹線が縛られてるってこと、それ逃すだけで1時間半ですね。逃さなければ秋田を経由して青森まで到着っていうところが見えてきます。すぐに敷かれて線路が奥の方までよく見渡せます。途中大石田駅で回送の翼号と行き違いを行いました。新庄駅に近づくにつれて再び雪の高さが高くなってきました。もう人の背丈より高いですね。古川方面からやってきた陸羽東線と合流します。こちら見てわかる通り線路の幅が明らかに違いますね。在来線である磐越東線は狭軌、今走っている奥羽本線、山形新幹線が走る区間は標準軌となっております。列車は新庄駅に到着しました。
次はこの701系で秋田駅に向かっていきます。なんかちょっと違う色合いの電車があると思ったんですけど、これ臨時列車なんですね。快速湯煙ライン、湯煙号、仙台駅。これ、ね、中セミプラスシートになってんじゃないですかね。いや、ちょっと乗りたい。というわけで新庄駅に到着して、やっと一駅目目的地に到着しました。山形新幹線の終点駅、新庄駅でございます。時刻はもうすでに3時近いっていうところなんですけど、こんなペースで大丈夫なのかと思う方、いや、ご安心ください。ここから巻き返します。5時以降はね、新幹線も解禁になるんで、そこもうまく利用して、続いて目指すは秋田駅の方ですね、進んでいきたいと思います。いや、しかしこの辺は本当に温泉が豊富ですね。駅近にも金沢温泉ですかね、これは。こちらに野口温泉、ちょっと3駅ぐらい行くと梅の里園ですかね、野室川温泉。陸羽東線なんかも結構有名なんですけど、こう温泉がもう数多くある路線として有名ですね。湯煙ラインっていうぐらいですから、この辺で温泉各駅停車の旅なんかやったらもう何日かかるか分かんないですね。本当に温泉資源が豊富な場所だっていうことが分かります。乗り継ぎの時間が少し空いたんで、駅中を観光することにしました。立派な、これは神輿でしょうか。新庄祭りで使われるそうです。または無料でできる鉄道のプチ博物館みたいなものがありまして、400系を含めて新幹線翼号に関する資料ですとか、あとは硬券の切符なんかも置いてあって面白かったですね。僕が特に面白いなって感じたのはこのジオラマなんですけど、新庄駅周辺の3地域のですね、地形の特徴を表したジオラマがあります。ぜひ一度行ってからまたここのジオラマ見に行きたいですね。到着してますね。続いて乗っていくのはこちら、奥羽本線秋田駅普通列車です。これがちょうど大曲がりに着くあたりでね、5時を超えますんで、そこからちょっと秋田新幹線に乗り換えていこうかなという算段です。ここからはワンマン連車2両が単線を走行していきます。並走していた山形新幹線の線路も見えなくなり、いよいよローカル線、山の奥地へと入ってきたなという印象です。この辺りは川、小川が多いんですけど、最上川に向かってそのほとんどが流れていきます。峠に向けて勾配区間を登っていくんですが、雪もいよいよ深くなっていきます。列車は釜淵駅に到着です。ここで列車交換を行います。奥に見える山は加布山、人里から離れたところにあり、原生林が多く残っているそうです。日本一のカツラの木なんかもあるそうですよ。列車は湯沢駅を過ぎ、横手駅へと入線していきます。列車は横手駅へと到着。ここから北上線が伸びておりまして、東北線方面へ抜けることもできます。日もだいぶ落ちてきましたね。列車は大曲駅に到着です。大曲から秋田にかけては秋田新幹線が単線、在来線が単線が基本になるんですが、一部三条駅といって線路が3本どちらでも走られるような電子区間があります。
大曲駅は面白い構造ですね。ここで電車がスイッチバック進行方向を入れ替えるんですけど、この駅で列車交換も同時に行うようです。まずは田沢湖線から秋田駅が入線、そして東京行きが秋田方面奥羽本線から入線していきます。秋田新幹線小町号は大曲を出発、次の目的地秋田へと向かっていきます。ここでさくらんぼ東根駅で買った実が入ったさくらんぼの酒を飲むことにします。さくらんぼの優しい香りとしっかりとした味わい、これを閉じ込めた一杯、うまい。ここが北新幹線終着の秋田駅ですね。ここに車止めがあってね、これ以上新幹線先に行けないという形になっています。切符をお取りください。秋田新幹線秋田駅に到着して2駅目目標達成です。次の目的地は新青森ですね。設定しようと思うんですけど、在来線ですね、普通または快速しかないんで、特急はもうないんでしょうかね。そうなるとこの快速の青森行きに乗っていくか、もしくは北の新幹線で盛岡まで戻って、そこから東北新幹線に乗って新青森を目指す、選択肢はこの2つになりそうですね。しかしこの選択が後にとんでもない事態を引き起こしました。あと行きたかったのに、このところもですね、結構あの満席だったので、立ち上げ咲くっていうのはちょっと難しそうです。結論的にはもう盛岡でご飯食べたいっていう、ちょっと行きたいねお店があってね、ですね、なんかいっぱいにしすぎない程度につまもうかなっていうふうに考えてます。かといってね、まあ、時間もねもう1時間切ってるんで、あんまりこうどっしり居酒屋みたいな、そういうところは難しいかもしれません。スーパーで買い物をしてみようと思います。結局この新宿8号9時7時間発ですね、最終の東京行きになるんでしょうか。こちらに乗っていくことにしました。最終だから少し混むかもしれないですね。一応一番端っこに行けばそんなに混まないであろう設備を使って行こうと思います。あれね、駅ネットで見ればいいですね。今ね、駅ネットで調べてみたんですけど、秋田から仙台の指定予約で一旦調べてます。まだ予約はしてない状態ですね。でこれ16号車ですね。でこれだと10、12だったら大丈夫そう。案の定席はですね、2人掛けのシートがほぼ全部埋まるぐらいの座席でした。まずはですね、スーパーでこちら超海産を購入しました。これがなかなか完成度の高いお酒でしたね。香りだけでも結構芳醇さを堪能できます。今回買ったのはこんな感じ。ニューデイズが1個入っているのはスプーンが欲しかったからですね。こちらがスーパーで買ったキャラ吹きですね。この量で200円しないの結構お得じゃないですか。独特の甘い味付けがあって美味しかったです。なんというか日本酒に合うように作られたかのような味。こちらは駅ビル内で買ったお土産用のおせんべい、咲き誇れ、秋田のお米を使っています。1枚から購入できました。味は結構米の味をそのまま楽しむという感じで、お米の味に誇りを持っているっていうところを感じる1枚でした。
これは特に普通です。これは完全にパッケージ買いですね。秋田犬が描かれたモフドラ、ちょっとどら焼きみたいな感じに近いのかな、なんていうんですかね、こういうお菓子。このお菓子は中が小豆になってるので、ね、結構日本酒とも相性いいですね。甘いもの食べながら日本酒っていうのも結構僕はありな選択肢だと思います。途中角名立を通過したんですけど、角名立の桜は結構有名ですよね。新幹線は終始単線みたいな状況なので、結構行き違い列車交換を行うイメージがありました。田沢湖駅を出て次の駅に着いてないんですけど、ここは区間が長いため途中の進行上で列車交換を行いました。盛岡の次は仙台に止まります。盛岡駅に到着ですね。前回食べれなかったんですよ、混みすぎてて。だから今回はね、絶対冷麺食べて青森に向かいたいと思います。はい、というわけですね、盛岡駅出てきました。盛岡冷麺を食べるというミッションがあります。制限時間38分、それまでに食べて帰ってくるということは目標です。この計算です、その中にある盛岡冷麺がある、そこに行きたいと思います。食べれそうです。冷麺食べます、ね。最高でした冷麺。もう連着したんで、ちょっととりあえずホームに上がっていこうと思います。分離する小町を見届けてハヤブサ号に乗り込みます。
この電車は、はやぶさ号新函館北斗行きです。八戸を出ると、次は目的地の新青森駅ですね。まあ、結構新幹線が中心だったんですけど、そこそこ大移動だったので、ゆっくり休みたいと思います。